ータル3万1000ジェムですよ。これ僕のためのキャンペーンですか？いやまあ本当あの病院からあの退院するためのお帰りキャンペーンのことですね。そうですね。どうもマルブリです。どうもホットマンです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。いきましょう。さあホットマンさん、はい、突然ですが、うん、2017年5月9日15時ぐらいに突然お知らせが上がりまして、うん、はい、星ドラギガ感謝祭、ギガですよ、ギガ、ギガ感謝祭、うん、同日月は2週連続10連プレゼント福引き登場という、はい、3日間続けて10連、謎のお知らせが上がってまいりました、うん、詳しく見てみましょう。詳しく見てみましょう。これはたまげるぞ。5月27日、うん、ドラクエの日に向けて、はい、星のドラゴンクエストではさまざまなイベントが目白押しということで、はいはい、昨年2016年の5月27日に30周年記念があったということで、はい、まあ、今年はそのギガ感謝祭ということでキャンペーンスケジュール、はい、まず5月10日明日ですね、ギガ感謝祭ログインボーナスがまず始まると、はい、で、13、14、15、はい、今週の土日、来週の月曜日と、はい、プレゼント福引きの第1弾2弾第3弾が来て、さらに18日来週の木曜日から、うん、うん、お帰りキャンペーン、錬金武器引き換え券プレゼント、仲間ポイントアップキャンペーンが来て、はい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 、来週の土日月と3日間連続でプレゼント福引き第4弾から6弾、うん、6弾、そして24日から、うん、モガフリの探索隊のパワーアップイベント、はいはいはい、これも嬉しいね。で5月27日ドラクエの日になんと1万ジェムプレゼントということで、マジかい、すごいですよこれ。5月10日からぜひ星ドラ毎日ログインしていただきたいですねこれ、うん、ということでございますが、まず、10連福引き1日1回無料第6弾まで開催ということですから、はい、これがプレゼント福引きの内容ということですね。だからやばいねこれ、1日1回無料福引きで単発1回だけ引けてたやつの10連番が、10連番ってことだよね、来るって感じですね。炊き出し10連番ってことだよね、炊き出し10連番みたいなのが来るということで、で第1弾が5月の13日の0時から1日間このプレゼント福引き、第1弾で、うん、おそらく天使シリーズとドラゴンとか、あ、ドラゴンの杖とか、うん、あとオージャマントシリーズとかが出るガチャが来るみたいで、うんうんうん、でおそらくまあ分かんないですけどプレゼント福引きだけなのかガチャ自体が来るのかちょっと分かんないですけど、うんうんうん、まあ多分ガチャも大体この時こういうパターンは来そうだよね、来るってことだと思うんですよね、うん、この対象のやつがガチャとして来て最初の10連だけ無料で引けるみたいな感じになると思うんですが、うん、これ楽しみでございます。楽しみですね。そして14日がプリンセスローブとか、あと、はい、あれですね、破壊の鉄球とかですね、あ、大破壊、大破壊がついてる、うん、これが14日、うん、そして、第3弾が15日、うん、これがロト来ますよ。マジか、これめっちゃ引きてー。ちょうどホットマンさん入院前ですね。まあまあ夜にね、夜とか日付回った時だったりしますね。そうですね、日付回ったタイミングでなんとか引ける感じになるでしょうね、うん、そして第4弾がスピーダーやラミアスの剣とか、はい、これが5月の20日翌週になりますね、うん、ちょっとここで日にち空くんだもんね。そうですね、ただこれホットマンさん入院中になっちゃうので、うん、間違いなく入院中ですね。これはまあ引いていただいた結果をスクショとかで送ってもらうみたいな感じですね。そうだね、はい、うん、あわよくば動画撮れたら撮りますけどね。まあ撮れたら、うん、で21日がエンデですね。でさらには22日に天空が来ると。あ、ここも楽しみだな。天空はね、ホットマンさんはねこれ全部楽しみですね。いや楽しみだね。で、まあガチャはもちろん楽しみなんですが、なんとですね、はい、まあちょっとこれ一回全部見てから、総ジェム数を確認したいんですけど、はい、ログインボーナスもただのログインボーナスじゃないというか、うん、15日間合計で3000ジェムもらえるんですよ、うん、はい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 、これ、まあ、ログインしててね、うん、ログインボーナスでね、ジェムもらえてるのは過去にもあったんですけど、はい、今回のこのギガ感謝祭はこのログインボーナスの3000ジェムと合わせるとすごいことになるんですよ。ほう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 。今のところ無料福引きが、まあ、10連、うん、無料が6回来るわけですよ、うん、ってことはですよ1回3000ジェムですから、うん、はい、10連ね、うん、6回なんで、まあ、この時点で1万8000ジェムなんですよ。そうだね。でさらにログインボーナスで3000ジェム、2万1000ジェム、2万1000ジェム今んとこ。それにさらにちょっとここ1回飛ばしますが、ドラクエの日記念、つまり5月27日には先ほども見ていただいた通り1万ジェムプレゼント、はい、トータル3万1000ジェムですよ。はい、すごいですよこれは。これはすごいね。とんでもないです。でまあちょっとあの内容を飛ばしてしまったんで下の方から見ていきますが、はい、さらにこの5月27日にはこれもすごいんですけど、うん、装備進化の宝玉が再入荷すると、はいはい、基本的に1月に1個ずつ武器進化玉と、うん、防具進化玉っていうのがに、うん、あの入荷するんですけど、うん、今回この5月27日に武器進化玉2個とさらに防具進化玉2個が追加再入荷すると。さらに言うと5月1日の頭で
すでに武器進化と防具進化玉1個ずつ出てましたんで、ね、うん、6月分の入荷も通常通り入荷するんですよ。ああ、そうなんだ。だから5月と6月にかけて本来であれば2個しか取れなかったはずのものが5月から6月にかけて合計4個取れるとだよねいう感じになって、これもすごいですね、うん、ドラクエの日の記念プレゼントクエストと地図等も実装されるということです。でちょっと上戻りましょう。で1個戻って、はい、モガフリの探索隊のパワーアップイベントも来るということで、うん、はいはい、これはもう NG 集でこの間出しましたけど、ドレアムリベンジですね。そうです、概要欄にね NG 集のリンク貼っときますけど、はい、ドレアム鍵ぜひゲットしたいですね、ここはね。さらにもう一つ戻って、カマポイントアップキャンペーンもマルチの、ロト奇跡伝説級のヒドラですかね、うん、とかが、はいはい、周回では仲間ポイント集めとかで使われるんですけど、うん、1回70ポイントぐらい入るんですよ、うん、はい、仲間ポイントが、はい、でそれをどん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 集めていく、まあ、あの1日最大こうメーターがマックスになるまで貯めれるんですけど、うん、貯めて次の日にまたリセットっていう感じで、仲間ポイントをもらっていくことで、うんうん、ジェムとかね、うん、結構報酬豪華なんですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でそれを貯めるのに、うん、仲間ポイントアップキャンペーン倍っていうのは非常にありがたくて、サクサク溜まっちゃうってことだよね、はい、通称ジェム活って言われてるの感じなんですけど。あ、そうなんだ、はい、婚活ならぬジェム活っていうね、はいはいはい、で、お帰りキャンペーンっていうのもね実施されるということで、はいはい、これ僕のためのキャンペーンですか。いや、まあ本当は病院から退院するためのお帰りキャンペーンってことですね。そうですね、うん、まあ、だからホットマンさんは入院中なのでお帰り対象にはならないと思いますけど間違いないですね、はい、ぜひ最近ねちょっと星空できてないなんていう方いらっしゃったら、この機会に、ね、このタイミングで戻っていただければというところと、うん、そして最後ですね、はい、錬金武器引き換え券プレゼントっていうのがやってきます。はいはい、はい、盛りだくさんだな。これすごいですよ。ちょっとすごいね、さすがギガだね、はい、ギガ感謝引き換え券っていうのが、うん、まあ、これもお帰りキャンペーンの対象内容でもあるみたいなんですけど、はい、お帰りの人以外にもこの感謝、ギガ感謝引き換え券は配布されるみたいです。で、うん、2枚プレゼントで、はい、ロトであったり魔剣士系であったり、今回のメタスラハグ錬金みたいな特別な錬金とは別の通常錬金、常設装備に対しての通常錬金の武器の中で、うんうん、好きな武器をなんと2つ交換できてしまうとこれすごいと思う。すごいね、うん、無課金の人にとってはめちゃくちゃ嬉しいっていうか、常設、要は常設星5武器のセレクションでかつ錬金済みのものがゲットできるっていう感じですから、うん、っていうことだもんね、はい、だからもう本当始めるならチャンスですね。ですね、うん、で5月18日の8時からっていうこと で、うん、で交換可能な武器が、まあ、今言ってた常設系のラインナップ全てっていう感じなんですよ、はい、で問題はですよ、うん、ホットマンさん、うんうん、何錬金狙うかっていうのをね、いやーどうしようかな、ちょっと見ときたいなっていうこともありますんで、はいはい、ちょっとホットマンさん画面で、武器現状のやつ確認していきましょう。ということでホットマンさん画面に切り替わりましたが、分かりやすいように買取商人から見ましょう。買取商人か、はい、はいはい、でまず常設系の武器で、錬金対象になってるのがホットマンさん今持ってる中だと月の奥義、はいはい、七色奥義に変わっちゃうやつですね。そうですよ、うん、だから、まあ、これ同一の常設錬金装備を2つゲットできる、七色奥義を2つ選択するっていうことも多分できると思うんですよ。ああそうかそうか、うん、引き換え券が2枚もらえるっていう感じなんで、うんうん、まあ、1個交換済みのやつはできないとか書かれてないよね多分。同じやつを2個できる、うん、っていう感じもできるから、うん、七色奥義2つゲットして、さらに月の奥義を、うん、七色奥義に対して進化させるってこともできるんですよ。あ、なるほどね、うん、だからいきなり七色奥義の二凸を作ることもできるっていう。はい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 、預かり場の方に一回行ってみましょうか。預かり場、はい、ああここにもあるね。あ、こっちにあるわ。バスターウィップ、サウザントダガーは、サウザントダガーは対象になってますね。ただサウザントダガーの方は凸をするっていうよりかは抜き出したいっていう感じなので、うん、あ、そっかそっか。あとは魔眼の杖ですかね。はいはい、魔眼の杖でバビロンスタッフを作って補助用に一凸を作る、ないしはまあ両方バビロンスタッフにしてしまって二凸を作るってことはできますね、うん、まあバスターかバビロンか七色っていう選択だと、うん、やっぱ七色奥義になってくるのかな。あ、そう、そうなんだ、うん、いいっすか七色。まあとはでもさ、その60回弾ける中でね、また何か出るかもしれないしね。あ、まあね、そういうのもあるからね、うん、まあでもとりあえずホットマンさん七色奥義狙いっていう感じなんかもしれないですね。七色ですね、うん、まあ60連弾いてから最終的に判断っていう感じにはなると思いますが、うん、はい、
まあここも楽しみなところでございます。いやこれありがたいよ本当に。これはすごいんですね。さあということで、マルベリ画面の方ちょっと戻ってきましたが、はい、以上でね一応このギガ感謝祭のスケジュールとその詳細という形で確認にさせていただきましたが、うん、5月暑いね。いやすごいですね、うん、5月27日にまあ、このプレゼント福引きあたりに何かこう絡ませてまたちょっと企画もやっていきたいなと思ってますから、うん、そうですね、楽しみにしていただきたいなっていうところと何かがあるかもしれない。そうですね。で、はい、5月27日もなんかやりたいですね。ドラクエの日ですから、そこでもね、うん、ドッカーンとね、うん、ご期待いただければと思います。思います。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。せーの、バイバイ。